皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。サガフロンティアパート19続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回いろいろまあありまして、すべての四天王を倒したところまで話を進めたわけですが、その続きからプレイしていきたいと思います。イグナスの上院です。イグナスへ戻りますか？何かあったのか、フォーク。ブラッククロスの戦闘員のユニフォームを手に入れた。何かの役に立つだろう。一体どうやって。まあいいか。これで奴らの巨大シップブラックレインに乗り込んで、このままブラッククロスの本拠地へ突入してやる。ありがとうよ、コーク。レッド、待ってるよ、コーク。お互い言えないことが多すぎるよな。レッドは多いですね。変装してますね。これどうだったかな。あれはメタルブラック。俺が今日で倒したはずだ。今のは侵入者だ、捕らえよう。とバレたか。だがブラッククロス基地に着くまでは捕まるわけにはいかないんだ。ブラッククロス基地まであと 9000m。美人だ。わー、ブラッククロス基地まであと 8000m。 だろう。7000m。 ブラッククロス基地まであと 6000m。いない、よかった。うん、だんだん縮んでいきます。ブラッククロス基地まであと 3000m。 はい、おっと、おブラッククロス基地まであと 1000m。 まもなくブラッククロス基地に到着。あー、どうだろう。まもなくブラッククロス基地に到着。なんかありますかね。あー、スリガンスーツだ。ミガさん、あー捕まっちゃった。大丈夫かな。
倒しました。なんか強く前たちをブラッククロス基地へ入れるわけにはいかん。ブラックレイ、ブラックスイッチオン。お、変わってますね。成功したのかな？アルカイザー、やあ、私もブラックレイに密航していたんだよ。ではブラッククロスを叩き潰しに行こう。レッドが来てない。彼なら大丈夫。怪我をしていたので私が安全なところに連れて行った。おーっと、弱い敵と強い敵が混合してますね。長い道のりですね。どう行けばいい？もうすぐだったと思うんですけど、忘れてますね。お母さん、ランコ？すいません、間違ってた。
無事だったのか。いや、来ないで。はい、安心して、私はアルカイザー、怪しいものじゃない。なんか悲しいですね。ブラッククロスの狩猟を倒してくるから、ここで待っていて。よかった、本当によかった。あの、これを、この鍵は、ドクター・クラインが持っているように。ドクター・クラインありがとう。無理なさらないでね。怪しいわ。開けましたね。やだなぁ。来たな、アルカイザー。ブラッククロスに対するこれまで数多くの不尊な行為、許すわけにはいかん。ブラッククロスの狩猟である私が自ら鉄槌を下してくれるわ。と言えてなかった、すいません。何が聞くの。ついにブラッククロスを倒した。お見事、さすがアルカイザー。我が改造部たちをことごとくなぎ倒しただけのことはある。ドクター・クライン、ドクター、狩猟は倒した。ブラッククロスはもうおしまいだぞ。狩猟？さっきのあれか。確かにこの間まであれは狩猟だった。だが今は私がブラッククロスを指揮している。全狩猟にも改造を施してみたが、元が悪くて改造も効果がないと表明するだけだったな。ドクター・クライン、お前の悪事もここまでだ。おとなしく裁きを受けろ。それは彼らと戦ってからにしてもらおう。イデオ四天王、マジっすか。この展開だった。
ンスだ。だいねー。もう4体戦わなきゃいけないってこと。大丈夫か。あおお、倒しました。あやつらのボディでは二度の改造には耐えられなかったか。悪あがきはよせ。しかしこれは違うぞ。我が最高傑作メタルブラックだ。3度目です。お前との戦いの分析の結果、お前の能力をコピーするのが最強であるという結論に達した。2度の戦いの記録がメタルブラックを最強のバージョン3として蘇らせたのだ。アルカイザー、決着をつけよう。くっついたお前を倒しても最強の証明にはならん。スタークライン、アルカイザーを回復させてください。スター、相手の弱みにつけ込めないのがメタルブラックの最大の弱点だ。だが、その心を失っては最強にはなれん。いいんですかね。やだなぁ。これから勝ち込んじゃった感じ。メタルアルカイザー、お前は強かったよ。しかし、間違った強さだった。信じられん。お前の力の秘密は何だ？私は、おぉ！これは読めない。すみません。ブラッククロス。アイアムザ、リアル。
スボスですか。え、なんだろう。すいません、読めなかった。電線ですか？無理じゃないですかね。あ、でも回復してる。よかった。母さん、俺が随分世話になったホークだ。父さんの友達だったんだ。知ってるだろう？ホークさん？はじめまして、おこのぎの家内でございます。主人とは古いお知り合いですか？ええ、まあ。わざわざおいでいただいてありがとうございます。息子がお世話になりましたそうで。私は何も、彼は立派でしたよ。お前を褒めてくれる人間がいるなんて知らない間に大人になったんだね。やめてくれよ母さん、恥ずかしいだろ。俺、ホークと話があるから先に行ってて。
フォーク、俺は、向こうを向いて目をつぶれ。なんだよ、いいから。アルカイザーよ、君からヒーローの力を剥奪する。なぜだ、アルカール。サントアリオのヒーロー委員会の決定だ。さらばだ、レッド。僕だったんですね。奥さんは？帰ったよ。何かあったの？お兄ちゃん。別に、それより美味しいもの食べに行こう。私、アイスが食べたい。もう二人ともまだ子供ね。ここにアクア滅びた。しかし、新たなる敵が、すいません。正義は、新番組 R3X、 なんじゃこれ、カミングスーン。何ですかねこれは。はい、それでは時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。